この日のライブは本当なんか俺らも、うん、なんだろう、自信があるというか、おう、あのすごい納得のいったライブだったんですよ。おうおう、だから本当に見てほしい。なんかあれ、ここは見どころだぞポイント、この日の、ここはこの日の、ここは見どころだぞポイント、うん、そうだな、さっき2曲目にやってた遥か遠くのドア頭でヒロキがミスるんですよ、うん、でそのヒロキのヒロキのミスポイントで今回少なかった、今回少なくてそんなこと言ってんのか分かんない、いや、おかしいね、それはよくない、うんうん、それでもすごいかっこよかったから、うん、そのなんかあの荒探しじゃないけど、あ、ここでミスったなとかなんかそれでもおのおのね、うん、おのおののなんかあのミスというか、そのなんかお茶目な部分がね、うん、あの前面に出てるライブだったと思うから、ね、あのそこをちょっと見てもらえたらいいなって思うけどね。ね、あ、これあれだ、この MC、全然関係ない、うん、全然関係ない時に、明日から本気の、うん、レコ発がすげえ良かったみたいな話をした MC だ。そうそうそう、やっぱ見たのよ、うん、さーっとさ、なんか、はいはいはい、このなんか明日から本気の話してて、俺この日明日から本気出てたっけなって思って、うん、その日のさ、うん、演者見直したらさ、うん、明日から本気、うん、いないよね、いたっけ、いや、いたですです、あ、いたのか、そう、いて、で、なんかその本当レコ発がめっちゃ良くて、あ、で、本当に感動したしみたいな、明日から本気いたけど話してたのはレコ発の日の話ってことか、そうもう意味がわからない、なるほどね、自分でも意味がわからない、ただそのなんかもう単純にてかもう純粋にそのレコ発が良くって、ただその日に出てたバンドがもうザ・サンストみたいなメンツだったの、うん、で俺らがそこにいなくてすごい寂しかったから、うん、で俺らもそのステージ上でおめでとうとお疲れ様言いたいなと思って、うん、で強行突破したその気持ちをなぜかここで伝えてしまうということでしょそうなんか伝えたくなっちゃって、でそっから無理やりなんか負けてらんねえっつって新曲に持ってったこの時この曲初披露はいはい、この曲初披露の日、あ、そうだよ、ね、この曲この日が初披露ですね、流星群の夜に、そう流星群の夜に、いけますか、ポップだな、ポップだね、春夜の話だけしてないからちょっと春夜の話しようか、ああそうですね、春夜の話か、春夜はやっぱなんかカリスマ感あるよな、うんうんうん、確かに俺の次にカリスマ感ある、確かにうちでは、まあまあそれを任せますよなんとも言いませんよでも春夜かっこいいっすよね、やっぱパルスノートはね全体的にやっぱ整いがちだよね、顔あどすあどす、整いがち、本当になんか、うんうん、ちょっとな整いがちだな、うん、あまとまんなくてまとまんなくて整いがちだなで整ってないよ、全然俺が整ってなかったそんな面白くない、えそんな面白くないってね、すごい面白かったけどな、やめろお前、カットしたここカットしてるからここカットすんの、カットした使ってここ使ってほしい、あ、なんか言ってるね、感想で言ってますよ、あ、なんか言ってる、赤い男が俺らにしかなんちゃらかんちゃらみたいなこと言ってたの、言ってるよ、なんかこうごめんライブ中に喋ってることとか叫んでることって、うん、こうマジでなんつー の何も考えてないというか、うん、何もここでこれを言いますみたいなのがない状態で叫んでるから、はいはい、俺言った後何も覚えてないじゃあ今こういう動画見てこんなこと言ってたんだ、うん、あ、そうあ、こんなこと思ってたんだなみたいな、結構恥ずかしくない？
結構恥ずかしい。いや俺も、もう今すぐやめたいもんこれ。俺も割とあったよ。俺も結構あった。それね、MC は基本的にないけどさ、例えば曲間とかでなんか大きい声でなんか言ってる時とか、あ、基本的に何言ってるか覚えてないんで、後で聞いたら全然日本語として成立してない時とかやっぱある。本当に。大丈夫。マーマークライアンはもうガイタレだから。いやめちゃめちゃ J-POP だろ。J-POP やってるガイタレだから意味が分かんないけど何言ってるか分かんないからね。うん、いや、まあ、いいじゃない、終わりましたね、流星群の夜。終わったね、新曲は。ぜひね、新曲ちゃんとみんな聴いて覚えてほしいね。うんうん、覚えてほしい。こう、もうこの日、うん、初披露にして、あの最後の披露じゃないけど、そのそうだよね、これ以降そう見せれてないから、うん、お客さんの前ではね。そうそうそう、アレンジもだいぶ変えたんで、それちょっと楽しみに。あ、なんか言ってんな、なんか言ってるわ。熱いこと言ってんじゃん。熱いこと言って赤いやつが赤いやつが熱いこと言うとりますわ。今このさ、自粛期間というかさ、うん、緊急事態宣言が出て、まあ、なかなか外にも出れないじゃないですか。はいはい、そうですね。何してんの今。なんだろう、でもまあ、まあ曲書いてます。おお、いいじゃない。そう、なんか曲書くの本当苦手で、うん、これすごい時間かかるんですけど、こんだけ時間あったら、まあ、できますよね。そりゃね。え？でも逆にさ、なんかこんなこと言うのもちょっと、うん、なんか変な話だけどさ、はいはい、そういう制作の時間はさ持てるようになったよね。うん、うん、確かに。それは、まあ、いいことではないと思うんだけど、まあ、うん、そうですね、皮肉なもんですけどね、なんかこういうきっかけでもない限り、うん、こう動けてない、動けなかったっていう。そうね、ライブ自体はやっぱなくなっちゃうかもしれないけど、それ用になんかまた準備できる期間なのかなって、うんうんうん、捉えていかないとちょっときついよねって心が。いや本当に本当に本当にそう思ってないと本当に死んじゃう心が。いやだからなんかね、落ち着いたら本当に新曲だけのライブしよう、うん、あー、それ最高っすね。最高ね。全員置いてくぐらいの、なんかもう、うん、全員置いてかないでほしいな。置いてかないでほしいわ。置いて一緒についていきたいもん俺は。置いてかないでほしいわ。いやいやいや、まあでもリアルにありっすよね。こうなんかコロナ期間を経て、うん、こう俺たち強くなりましたみたいな感じで、ね、全曲新曲で新しいセットリストでこう挑むみたいな、それもまたなんかかっこよさではありますよね。ね。うんうんうん、ただスタジオに入れない。いや本当にそうなんだよ。マジでスタジオやってない、まあ、どこもそうじゃない。いや何のお店でも、うん、何のお店でもそうじゃない今は。いやいや、もうそう、通常通りに営業してるとこなんてマジでない、うん、いやびっくりした。その普段入ってるスタジオが営業、あ、臨時休業に入りますっつって、うん、あ、まあね、そうなんだと思って、まあまあそうだよなとも思ったけど、そうだよね、なんかもういよ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 俺たち音楽家は活動の場所がないなって、音を鳴らす場所がないなくなってきたなって、ね、うん、本当に唯一の楽しみがスタジオとかだったから、うん、そう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 、まあね、だからもう家でめっちゃ歌ってます。それは本当にやって続けてくれ、うん、ずっと歌ってた家で。え？で、落ち着いたら大きい音でやろう、ね、大きい音で、ね、落ち着いたらもうみんなででかい音出してやりましょう。いやちょ、もうマーマークラウヤンとかもめちゃめちゃ音でかくなりましたもんね。なんかそんなことねえ、無駄に。そんなことねえ、無駄にでかくなりましたもん、ね、そんなことねえ。やめろマーマークラウヤンの話を。花が咲かないよ。だって対談でしょこれ。マーマークラウヤのボーカルとファルスノートのボーカルの対談でしょこれ。サウンドストリームの日だとファルスノートのボーカルだから。ああ、そうかそうか、そうよ、そっちか。勘違いすんだよ今日。そっちの
曲そっちのバージョンなんですそっちのバージョンだよバージョン 2.0 の方でちょっと分かんなかったな今ちょっと分かんないちょっと何言ってるか分かんないこれ最後の曲かな、うん、そうですね、ヒーローが最後ですね。そろそろじゃあなんか、うん、なんかまとめていきましょう か、 もう結構全然何も聞こえなかった今じゃあなんかまとめていきましょうか。あ、まとめて、ね、うん、なんか最後にありますか、はい、響きから告知だ、まあ、告知じゃないと思うけど、なんか言っておきたいこととかあれば。まあそうですね、だからもうこの今苦しいね、この期間をまあなんかちょっとでもまあ明るくじゃないですけど、まあ なんかの暇つぶしにでもなればいいなと、この映像が、うん、そうだね、思いますね。でこの映像を見て、あ、パルスノートライブ行きたいなっていう風に思ってもらえたら嬉しいですね。こうなんか収束してきて、うん、ライブができますってなった時に来てもらえたら嬉しいなと思います、ね、はい、ありがとうございます。自主企画も、自主企画もね、あるんで、うん、定期企画がこう、まだこの先も続いていくんで、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日のゲストは、バルスノートから藤崎ひびくんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますありがとうございました。ありがとうございました。